つぐないは2007年のイギリス・フランス・アメリカの映画イアン・マ・キューアンの食材を2005年公開のプライドと偏見のスタッフキャストで映画化した作品第64回ベネツィア国際映画祭でオープニング作品として上映された第65回ゴールデングローブ賞作品賞と第61回英国アカデミー賞作品賞受賞第80回アカデミー賞では 作品賞をはじめとする7部門にノミネートされ、作曲賞を受賞した。なお、米国オリジナル公開版は130分であり、フォーカス・フィーチャーズの配給権が置かれたが、日本公開版は7分の短縮とカットを用いた、親会社ユニバーサルによる修正版である、タリステーロケチ1935年のイングランド。幼馴染みで、ケンブリッジ大学の同窓生でもある官僚の娘。 セシーリアと使用人の息子、ロビーは身分の壁を越えて愛し合っていた。セシーリアの妹、ブラヨニーは小説家を夢見る13歳の多感な少女。彼女は姉とロビーの噴水での不自然な様子や卑猥な手紙など大人の恋のやりとりを目撃して強いショックを受ける。姉妹の兄、リー・オーンが友人のポールを連れて戻ってきた。姉妹の10枚、ローラは 双子の弟たちに乱暴された傷のことをブライオニーに相談する。ローラに同情したブライオニーはロビーの卑猥な手紙について彼女に話してしまう。その夜、ブライオニーは姉とロビーの図書室でのジョージを目撃し、激しい嫌悪感を抱く。三人は何事もなかったかのようにディナーの席に着く。同席したポールの顔には双子に引っかかれた傷があった。 ほどなくローラの弟たちが家出したことが判明し、一同は敷地内を捜索する。その最中、ローラが何者かに交換される事件が発生し、ブラヨーニーはその現場を目撃してしまう。そして、ブラヨーニーは、嫌悪感と思い込みからロビーが犯人であると証言し、彼は連行される。屋敷には、ロビーの母の悲痛な叫びがこだました。事件から4年後、 ロビーは原型と引き換えに海外派遣軍兵士としてフランスへ出征する。しかし戦場は過酷であり、やがてロビーは撤退のため仲間と共に海を目指す。彼の心の支えとなったのは出征直前にセシリアと再会し、互いの気持ちを確認し合った記憶と二人で休暇を過ごすという夢だった。事件から5年後、18歳になっていたブライオニーは、 看護婦として働く一方、少女期の体験を下にした小説を出版社に投稿していた。ニュース映画でローラとポールが結婚することを知り、二人の結婚式に出席する。そこで、ブライオニーは事件の真相について確信する。そして、ブライオニーはセシー・リアを訪ね、許しをこうことを決心する。ユニバーサル・ミュージックより二千八年三月十九日発売。 プライドと偏見と、同じくピアニストのジャンイブティボーで、イギリス室内管弦楽団を起用している。ありがとうございます。